この動画は XJAPAN のファンが集まるバーナンバーワンの提供でお送りします。ナンバーワンチャンネルをご覧の皆さん、柳です。今日はね、新しくまさこさんが来てくれてます。まさこだよ。ちょっとまさこさんとね、 XJAPAN についてちょっと語っていきたいかなと思ってます。まさこさんは、はい、X に出会ったのはいつぐらい？中学。きっかけとかは？きっかけは先輩の家に遊びに行ったら、ポスターが貼ってて、まさにビジュアルショック、まさにビジュアルショック、まさにビジュアルショック、ビジュアルショック。ポスター見て、何このかっこいい人たちって。それいつの時代の？ウニ頭の時とか？いや、ウニ頭ではなく、もうちょっと後期やね。後期。そこから曲を聴き始めて、どんどんハマっていった。なるほどね。一番好きなメンバーが？それはもう、ヒデちゃんで。あれ、ヒデかっこいいもんね。俺もやっぱ最初、好きになったヒデのライブ行ってよ。チケット持ってなかったから入れんかったんけど、友達とコンサート行って、音漏れ聴いとった。友達が行きたいって言うから。で、聴いてて。え、それ X の？ヒデの。ヒデの？うん。ヒデのソロ、だから多分、Hide Your Face の頃の。それを、見に行った。見に行ったって、音漏れを聞きに行って。大阪でライブやってて。で、その周りに、そのヒデのファンの人らがコスプレして、わーって。その人らも音漏れを聞きに行ってて、なんか知らんけど、これすごいなって思ったわけ。ヒデってどんな人やろって思って、聞き始めて、好きになったのかって。俺の友達がきっかけ。その友達も兄貴が X のファンやったからっていう。ちょっと上の人、そうやな。上の世代の人はね、X 全盛期の頃やね。X の時代の頃の好きな人って言ったら、俺らよりちょっと上。まさこさんは X 歳。X 歳やけど。私永遠の27歳やから。それはもういいけど。その友達の家で、このカセットテープでガシャンってやって、こう。録音して、カセットあったな。テープが擦り切れるぐらい聴いとったの。俺初めて買った CD がラスティーネイル、 あとはあのビーズのラブファントム、2枚を買ったの。 CD ショップで初めて買った CD って何？友達から買ったのは入れへんの。それは何なの？それは X の CD たち。おお。友達が先輩か自分のお姉ちゃんがなんか言おうかな、忘れたけど。何の CD？ サイジェラとか、あ、なんかシングルやん。はいはい、シングルですね。8ミリの。そうそう。ちょうどあれやんかな。だからほんま、その、そういう。ちょうど持ってるからね、これ。そう。そういうやつ、そういうやつ。そういうの何枚か。この辺の8ミリのシングルを買ったってこと？そう。だからあるで、まだ家に。あ、そうなの？物持ちいいね。捨てられへんわ、そんなん。俺一回捨てたけどな、もう全部。なんか。マジか。なんかもう音楽を一回立つために一回捨てた。なんか持ってたらやっぱどうしてもなんか音楽から離れられへんから、一回捨てたね。バンド活動やってたから、そのバンドでやっていきたいっていうの思いがあったからね。仕事頑張ろうって思って。音楽を諦めようっていうことで一回全部捨てた。X の曲で何が一番好きやったの？一番？中学生の時とかに一番好きやった曲。いや、俺はあれやね、サディスティックデザイアとかその辺や。じゃあそれは？スタンビン・イザ・バックとかね。とにかく中学の時は激しい曲が好きやったから。ああ。とにかく速い、激しい曲っていうんで、スタンビン・イザ・バックか、サディスティックデザイアとか。いや、私サイレント・ジェラシーも好きやから。サイデラいいね。あの曲はほんまによくできてるというか、やっぱね、X のアコースティックライブの時もサイジラやったけど、アコースティックでもかっこいいもんね。だから激しい、ああいうロックでもかっこいいけど、やっぱ X の曲はアコースティックになってもかっこいいっていうの。私、ローズ・オブ・ペインも好きやから。ローズ・オブ・ペインはやばいね。カラオケで歌える人はなかなかいないと思うけどね。名作。ですね。あなたあれでしょ、ヒデのライブ行ったでしょ。サイエンスは午後ね。めっちゃ羨ましいな。ほほ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 ほって。あの当時どこでやってた？大阪城ホールでやっとった。城ホールで。でもさ、 X のライブも学生の時行ってるけど。いつの？ダリアぐらいの前。ダリアも行ったけど、その前も行ってる。年齢バレるな。
めっちゃバレるけど、あの頃からコスプレの人ってクオリティ高いよね。高い高い高い、すごかったもん。ヒデちゃんのコスプレしてる人すごかった。本人やね、特攻服とかめっちゃおったしな。それがすごい印象残ってる、うん、あなたマスクしてるから飲まれへん。そうねどのタイミングで飲もうかと、うん、飲まれへん。飲んでいいよ、それ編集でカットすんね。あーなるほどね。次見た時減ってるっていう。もう結構喋ってない。これでも第1回目はここまでね。はい、じゃあ第1回目はここまでということでね。はい、雅子さんにいろいろ X の話をしていただきました。またね、はい、次回も話させてもらおうと思いますんで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。下のコメント欄にもコメントくださいということで、バイバイ。バイバイ。ナンバーワンは大阪市淀川区西中島3丁目16-15レフュージュ西中島の5階になります。